おはようございます。2024年明けましておめでとうございます。今年も FX でガンガン稼いでいきましょう。で、昨年思うように稼げなかった方は、なんで稼げなかったのかっていう原因をね、事後解説で究明していってください。例えばトレードをする日を定めなかったとかね。私がおすすめするのは、毎週水曜日はトレードしましょうとかね、毎週水曜日は利益を出していきましょうみたいな、得意な曜日を一日作るところから始めたらどうでしょうかっていうお話もしましたね。で、結構これが効果的で、毎日やるよりも、水曜日は必ずやってるんですよ、みたいなね。で、水曜日ができるようになったら、火曜日なり、木曜日もやるようにやっていくと。で、火水木ってのは難易度としては似てますから、ですんでね、月曜日と金曜日ってのを後回しするのは、お話したように、とてもいい方法だと思います。まあ、月曜日はね、全体を落ち着いてみるために、土日がどのように寄り付いていくのかってことを確認する意味で見た方がいいんですけども、でも実際トレードするのは、やっぱりね、火曜日なり水曜日なりがいいんじゃないかなと思います。そして、1ヶ月の傾向なんですけども、前半の2週間よりも後半の2週間の方が難易度が上がる傾向にありますので、1、2週目を重点にトレードしていただければいいんじゃないかなと思いますね。まあそれは改めて整理しておきましょう。その他ね、自分のトレードスタイルがどうしても悪いな、どうしても稼げないよってことでしたら、私の診断を受けた方がいいと思います。実際どのようなペースでトレードをしているのかとか、基礎用語がちゃんと入っているのか、テクニカルはマスターしたのかっていう、こういうところからね、原因を究明して、一番自分が弱いなと思うところから埋めていくってことです。結局これをしなければ堂々巡りなんですよ。逆に言うと、これができちゃうとあとは利益が出るだけなんで、自分のお金が増え続ける毎日が送れます。あとは資金投入の額をどう増やすかなんで、ある人はね、今本業でやってるお金を少しずつ投資の方に持っていって、勝ち越しの金額を大きくするってことができると思います。はい、じゃあ改めてね、こういうお話を長々としてもしょうがないんで、また別の機会に、講義の方はするとしてですね、今年は FX 折り合い日のライブでもやってみようかなと思いますんで、お付き合いいただければ幸いでございます。当面1週目のこのカレンダーを見て全体像を見ていこうと思います。本日は1月1日、世界中で休場してます。どこもやってません。ドル円は動いてるんでしょうけどね、潜在的にはね。でも実際に市場が動いてませんから、ちょっと手も足も出ないってことになります。火曜日、明日も同じような状況です。明日もトレードはしないでください。チャートを見る必要はありません。やってもしょうがないです。全くね、再現性反復性もありませんので、宝くじみたいに、当たるも発見、当たらないも発見になっちゃいますからね。3日も同じですよ。3日水曜日、日本はやってませんので、どっちにしてもね、やらないでください。で、いろんな状況が起きて、価格がどのように変わっていったかってことをぼんやり見てればいいんじゃないかなと思います。1月4日、日本の市場はやっと開き始めます。で、チャートも動いていくと思いますけども、ただそれを眺めるだけでいいです。深夜には ADP も出ますね。そして1月5日最終日、1週間目の金曜日はただ見るだけで終わります。ですんで、動画更新も、ね、年末みたいに1日1本ぐらいですからね。ただ年末年始ってそんなもんだと思ってください。1年間を52週で私は解説をさせていただきましたけども、52週のうちこのように年末年始のそれぞれ1週間とか2週間っていうのは使えないでしょ、だから52週間あるって言っても、正味その中のね、6割ぐらいしか実際にトレードできる時ってのはないんですよ。あとは自分の力量に応じて52週をほとんど全部使えるか、それとも半分ぐらいしか使えないかによって自分のあらりの額が決まってきます。当面は勝ち越せる力量を身につけてください。ですんでね、忙しいから今週トレードできるんだけどしなかったっていうのは非常にもったいないことだということがわかると思います。だいたい1年間52週のうち30週トレードできれば、もうこれ同じですからね。30週トレードして、そのうちの半分以上勝ち越すことができれば資金を増やすことができますけども、そもそも投入資金が10万20万だったら、それが増えたところでそれが100万にはならないわけですからね。なかなか FX をやっていても現実的に豊かになったっていうふうに感じることができないのは、そういうメカニズムです。その辺も私と一緒にね、マンツーマンでコンサルを受けて改善していきましょう。金曜日8時50分ですね、日本の市場からも発表があります。まあ、こんな感じで1週間目は終わっていくということでございます。ですんで2週間目からですね、やっとね、できるのは2週間目の1月8日も休場ですから、9日火曜日から
正確にはスタートするってことになります。はい、日本休場でしょ、祝日ですからね。はい、で2週間目も多分あっという間に終わるでしょう。ということでね、うかうかしてたら1ヶ月目ってのは1回もトレードせずに終わっちゃいますよ。そうならないようにきちんと意識だけは持っていきましょうね。それでは本年もよろしくお願いします。